まんじ、ま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 んじか、まんじ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 を。Hey guys! ボウ !No! Behind you! Fire! まんじの森。ということで今回は、まんじの森というホラーゲームをやっていきたいと思います。このホラーゲームはこのまんじの顔面をしたムキムキの男の子が追いかけてくると、そういった神ホラーゲームとなっております。見て、ちょっとよく耳を澄ましてね。まんじを、まんじを、まんじから、まんじ、まんじ言ってるぞ。ということはこの人たちは佐野万次郎でしょうか。ということで始めていきたいと思います。え、始まった、楽しみすぎるわ。ええ、近頃発生する神隠しはこの森が原因だと噂されている。はい。何でもかつて封印された化け物たちがこの森にはびこっているとか。マンジ、こいつは美味しそうな金の匂いがするぜ。ぜひとも記事にして人儲けと行きたいところだな。生きんな生きんな。あれ、まさかの私イキリ主人公ですか。何時、あなたはつい大の宝を持って石像に光を宿し、後ろは、あ、なんだこれ、あ、持って石像に光を宿し、なんだ、古より狂い世を慎めよ。私古典苦手なのよ、たけしさん。よくわかんないわ、言ってることが。なんか石像がどうとかって言ってたよね。しかも真っ暗すぎだろ、たけしさん。結構木とかリアルじゃん。え、何をするゲームか全くわかんないんだけど。とりあえずみんな見える？ちょっと暗すぎて私ね。ちょっと一旦設定変えてみる。なんか、最初に戻ったんだけど、うっざえんな、死ねよ、クソゲーが。いや、ガチか。全くわかんないわ、このゲーム、たけしさん。石像に光を宿し、降るより狂い、世を慎めよ。とりあえず、まっすぐ行けそうなら、まっすぐ行ってみようかしら。マジ見えんよね、みんな。まっすぐ行ったら木にぶつかった。こっち側行ってみる。今度もなんかでかい壁にぶつかった。いや、ガチ暗すぎじゃないですか、皆さん。こんなに暗かったら何もできないじゃないですか。これ説明みたいな？これ説明みたいな感じだよね。とりあえず戻ってみる？戻ってみたけど、一体何をするゲームなの、これは。戻ってみる。はい。あ、なんか出てきた。宿し、石像すらどこにもない。これ木だもんね。完全にこれは木だから石像的なものがあると思うんだけど、なんせ暗すぎてマジでわからない。壁があるね。でっかい壁があるわこれ。壁沿いに行っても行けれないところあるし。ガチ懐中電灯が仕事しなさすぎなのよね、これ。やばい。アップルウォッチの目標が達成しちゃった。なんかすごい道なりを、待って
待って待って、うわなんでごめんってマジ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 なんかね、適当に。マジ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 やばい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 マジやめてあマジ見えなさすぎだろくそったれよアホじゃねえよバカほど見えんじゃんあはじゃねえよ。え、なにこのゲームガチで。なに聞くって。マンジの声を聞けるっていうこと？いらねえよ、この機能！誰しゃい、お前ら！なんじゃこのクソゲーはガチで何このクソゲーとりあえずもう一回始めてみたんだけど近頃発生するヒントあるかしらこの森が原因これ多分ね、鳥居があるのよ、どっかに。何でもいや、なんか惜しいとこまで行ってんだけど、なんせ明るさが足りないガチで見えない、今回こいつは美味しそうな金の匂いがするぜ。生きんな、クソ生きり大学生が行きたいところだな。で、ここら辺から始まんのよ。そう、あなたは宝を持って、石像に光を宿し、ガチ懐中電灯仕事しろ？来るよりなんか、多分ね、なんかあるらしい。なんかあんのよ、なんか。で、これとりあえず道なりに行ってんの、私ずっと。なんか道なりに行って、適当にやってたらね、まんじがたくさん出てくんの。こっちだね。これ戻ってるか。てめえ、どうだったっけ？なんかもう本当に適当に言ったら、佐野万次郎がたくさん出てくるんだよね。これマジ適当。本当にわかんないから。そろそろ来るんじゃない？これ木がめちゃめちゃ連続である。事件の匂いがしますよ、たけしさん、これ。やばい！マンジーマンジー生きてる！マンジー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 いや、悔しい！ちょっと、なんか明るいとパンじゃん、光！ちょ、あそこのお寺に、石灰でもいいから行ってみたい！ガチでな、マジ見えない！え、みんな見える逆に！もうここら辺ガチわからんくない？地面しか見えないんだけど！いや、もうクソゲーあるある。暗すぎ。やべ。とりあえず明るいとこ行ってみる。やばい。やばい、歌覚えてきた。ふざけんな。多分どっかに鳥居があんのよ。こっちだ。惜しい！クソったれが。マジ、ちょっと面白いかもしんない、このゲーム。マジジアジッチ。マジジアジッチ。あ、ふわ、私といいセッションができそうだわ。もうマジ適当なんだよ、こっから。適当に行きまくったら、赤色が見えんの。あ、来た来た。え、どこ？同じようなことずっと繰り返してる気がする。こっちだ。いや、いけれないわ。全然いけれなかった。え、どうやったらあそこのお寺に行けるんだろう。いや、お寺に行ってみ
あのね、光り輝いてるお寺がすごく神秘的に見える。あたしね、お寺大好き系 YouTuber だから、ちょ、マジで行ってみたい。マジじあじじ、マジじあじあは、え、プッ。で、こっち行って、今さっきから右行ってるんだよ、ね。左行ってみよう。いや、左もダメってどうすればいいわけ、私。いや、マジ難しい。マンジってそういうこと？マジ難しいを訳してマンジってこと？いや、マジでな。わからん。待ってよ。いつも右行ってたけど、左は、あ、壁か。いや、どうやったらお寺に行けるんじゃろ。なんせ、暗すぎて、本当にわかんないんだよね、本当に。はい、適当にやって、あちじ、あじ、あ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 、やばーい！ふざけんな、ブス。マジでわからん。暗すぎでしょ。あの、まんじくんは、あそこ明るくなってるから、あっちにお寺があるんでしょ？ちょ、こっち側行ってみる。やべ、見つかった。エコーがきめえ。こっち側行ってみたい。マジでこの明るいやつがね、気になる。あーい！待って、なんかうまく乗り越えてる。うまく乗り越えた。どこここ。どこどこどこ。上だに。どこここ。マジどこ。どこ。マジじあじじマジじあじ。最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル。Twitter、Instagram もフォローよろしくな。最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey guys!